こんにちは。さあ、豊さん、はい、まあ、前回が、セリーグの A クラスのチーム、そして B クラスのチーム、パリーグ の6チームの今後の課題、はい、っていう点を見ていったんですけれども、今日はじゃあセリーグの B クラス、そしてパリーグの、A クラスのチームの、はい、まあ、課題点、うん、そうだね、はい、危機管理を見ていきたいと思います、はい、じゃあまずはセ・リーグは、ヤクルトです、はい、まあ、ヤクルトは、うん、まあ、先発投手陣もちょっと不足してる。そうですね。で中継ぎもちょっと不足気味、はい、うん、これしわ寄せが来ないかなっていうような打後半あ、今はなんとかやりくりはできてても、やっぱ夏これ苦しいぞ、このまま行くと。これ、まあ、今後交流戦がね、もう控えてますけれども、交流戦もそうなってくるときついですか、パリーグ相手になってくると。どうなんでしょうか。やっぱきついよね、うん、それと延長12回になってるから、うん、ピッチャーの頭数はいるんだよ、うんうんうん、まあ、リリーフ先発も、はい、中継ぎ抑えもね、うん、だけどなかなかこう故障者がいて、はい、ちょっとやりくりが厳しいよね。うん、だからまあそこら辺の1年間トータルを考えたときに、これで持つのかなっていうような、ちょっと不安な部分はあるよね。奥川投手はいつ頃戻って、まあ肘の違和感っていうんだけどさ、なかなかやっぱこう戻ってこないよね。そうなんですよね。まああれだけの選手だから、まあ大事にっていうふうには思ってると思うし、まあ伊藤智人というね、昔やっぱ肘をね痛めて、それでも無理して投げて、ちょっと選手生命が短くなったりだとか、棒に振ったっていうね、まあ、そういう経験から俺も大事にしてるんだと思う。 あとは、まあ、今若手のいいキャッチャー出てきてますけれども、それでもやっぱり、ね、中村選手がその一軍にまだ、まあ、ファームではもう出だして、まあまあそうだね、はい、うん、まあ、出だしてるけども、保証王国だな、うん、誰が最終的にレギュラーになってマスクかぶんのかな。そうですよね、いやそれぐらいの豊富な人材がいるよ、はい、いますよね。だからそこら辺はいいんだけどさ、うん、まあ、サンタナが怪我でいないとか、あ、まあそうですね、中村がいないとか、はい、うん、だからまあそこら辺で、まあ、高津監督が考えるオーダーがね、うん、はい、まあ、なかなか組めないというところがさ、うん、まあ、ちょっと苦しいところだね。そうですね、うん、他に野手 のメンバーの中で豊さん、こうこの選手上がってきてほしいなとか。いや長岡が非常に、開幕から、ね、使われてていいんだけど、まあ、率が、ね、ちょっと下がってきてるし、はい、これは1年間持つのかなとかさ、はいろいろあるしね、うん、でも持たさなきゃいけないし、うん、まあ、本当にレギュラーとして使える選手だし、はい、だからその優勝するためにはさ、まあ、例えばその教育のためにとかさ、はい、なかなか難しいんだよね。そうですね、これがサンタナとか中村とか揃ってて、はい、まあ、長岡を育てるために入れようっていうふうだったら分かるけど、うん、2人かけてる時に長岡だからさ、うん、そんな余裕ないんだけどっていうようなことなんだよね、うん、だから非常にヤクルトとすれば苦しい中よく頑張ってるよ、うん、耐えてやってるっていう、ね、耐えてる。だから耐えてるうちにみんなが戻ってきてくれるかどうか、はい、まあ、ここがやっぱポイントだろうね。そうですね、うん、続いて DeNA です。 DeNA はね、怪我の連鎖、うん、ちょっと不運ですね、うん、まあ、開幕から両外国人が怪我でいない、はい、ね、スタートした、うん、コロナで人が欠ける、はい、治ってきた、うん、そしたらまたコロナの中で頑張ってきた太田が怪我をするとか、はい、だから怪我の連鎖が多いっていうことはさ、はい、少し緊張感っていうことに欠ける可能性があるんだよね、うん、チームが持ってる緊張感ってあるんだけど、はい、そういうね、緊張感のあるチームってなかなか怪我しないんだよ、はい、まあ一生懸命やってる裏返しでね、怪我することもたくさんあるんだけど、うん、まあ DeNA の方も多分そうだと思うんだけどさ、なかなか揃わないんだよね。そうですね、そうなんですね、誰かがまた戻ってくると誰かが抜けるっていう、ずっと。だから宮崎が走ったらハムをやるとかさ、はい、そうなんですよ ね太田がヘッドスライディングするとなんかどっか怪我するとか、だからコロナからせっかく戻ってきて、よしこれからだって言った時にまたこう抜けちゃうとさ、はい、勢いがなかなか出ないよね。そうですよね、うん、だからそこら辺をやっぱちゃんと揃えるということだよね、うん、まあ怪我はね一生懸命やってるから、はい、これは止められないんだけど、うん、なんとかなりそうな感じするんだよね、筋肉系の怪我、はい、日頃から鍛えてたらそんなことないだろうとか、うん、
まあ、ヘッドスライディングして、まあ、指なのかどうか知らないけど、うん、それは技術的なことでカバーできないのかとかさ、はい、なんかもったいないんだよね、うん、そうですよね、あれだけの戦力があるで、うん、で力があるからさ、はい、DeNA は今年ね、だからそれだけにやっぱもったいないんだよ、うんうん、だから頑張ってほしいけどね。あとピッチャー陣はどうですか。やっぱ先発が良くないね、打たれたますね、で怪我人もいるしさ、はい、だからもう本当に投手野手、はい、今年は開幕から揃っていけるっていうふうに思ってたのが、はい、もう全く違う展開から始まってるし、うん、途中まだそういう展開が続いてるということからすると、はい、まあ、DeNA は辛いけどね。そうですよね、うん、でもまあ本当にまだまだ先長いからさ、はい、まあ、戻ってくるまで本当にヤクルトと一緒で頑張るしかないよ、うん、そうですよね、うん、なんとかその交流戦までに、うん、とか交流戦中に揃えばいいんですけどね。まあな、はい、まあね、さあそして阪神です。まあこれはさ、うん、予想されてることなのか、うん、それとも裏腹に出ることなのかっていうことが、うん、まあ、矢野監督の辞める事件、はい、ね、辞める発言ですね、発言ね、まあ、それで俺は、うん、いやいや、やっぱりそういうことを言っちゃまずかったろうなっていうことで5位にはしてるんだよね、うん、はい、でもある人は優勝争いにしてる、うん、これはなぜかというとその言葉で発奮するだろうっていうようなね、うん、だけどのっけからこうやってスタートが悪く低迷していくと、うん、はい、まあ、浮上はないかなっていう。ですよね。あと例えばずっと勝てなくて連敗が続いた後、例えば巨人に確か2連勝かなんかして、うん、ここから行くかなと思うと何かまた負けてしまったり、まだ3連敗とかね、はい、なんかこう波に乗れないっていうのは、うん、まあ、その矢野監督の発言プラスアルファそれ以外にももうそれだけじゃないよね、うん、もうそれだけじゃない、やっぱりチームの雰囲気が、はい、まあ、悪いよね、戦ってる雰囲気がやっぱ負けが込むとさ、うん、そうですね、まあ、どうしてもそういうふうに見えるし、はい、まあ、そうなっていくもんだよ、はい、まあ、戦意が喪失するというかさ、うん、まあ、例えばマックスでその試合前から入ってたものが、うん、まあ、80から 70% で入っていってるっていうような、まあ、そんな感じにも見えるしね、うん、ただ矢野監督が辞めるんだったら辞めるで、はい、やっぱ形を作ってほしいよね、うんうん、だから本当に佐藤を4番で使うのか、はい、大山を4番にするのかとか、うん、だからまあ1、2番は近本と中野で行くのかとか、はい、やっぱそういう形をしっかりつけて戦ってほしいと思うんだよ。もうだから打順も 日替わりというか日によってどんどん変わったりとか、あとクリーンアップも固定できないっていうところの、うん、やっぱり苦しさ、いやだから苦しさというよりもそれはもう我慢だから、うん、あだからその順位を取るときに我慢はできないよ、はい、やっぱ調子の悪いものを外して調子のいいものを入れていくとか、うん、それ我慢する必要はないんだけど、だけどこれだけ低迷しちゃうとやっぱ我慢をして選手をしっかり育てて来年優勝できるだけの形を作ってあげるということだよね、うん、これが俺は今後の課題だと思う、うん、それがいいように回れば後半巻き返す可能性があるから、はい、あ、まあそうですよね、うん、まだまだでも尻切れトンボでいろんなことをごちゃ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 やってると、うん、まあ、選手もやりにくいし、はい、何もつかめないまま、うん、やめていってしまうということで、うん、あとキャッチャーは坂本選手とその梅野選手これ半々の併用ってことになっていくんですか。梅野はさ、はい、仮にも全日本で、うん、ね、金メダルリストだよ、はい、それが、まあ、ある試合でね、うん、9回だったかな、なんかの時に、うん、バント要因で出てきたんだよね、はい、で失敗するんだけどさ、はい、梅野の気持ちはよくわかるよ、それは失敗するだろうなって、そりゃね、これだけ低迷してて、うん、自分はオールジャパンのメンバーだぞみたいな、うん、プライドもあるだろう、うん、その中にピンチバンターとしてやれっていう方が俺は心理的にはおかしいと思うよ。それは優勝争いをしてるとかさ、チームがトップにいるとかだったら、うん、それじゃなくてももう選手のために一生懸命やるよ、うん、だけどあれだけ低迷してて、うん、ね、それだけプライドが出来上がった選手に対してバントをしろって、うん、はい、なかなか厳しいよね。そうですね。まあ、そこでもうやらなきゃいけないのが選手だけども、うん、ただやろうと思ってても、うん、やっぱそれだけの力が湧いてこないということだよ。
だからそれをやっぱ分かりながら出してやらないと、はい、俺はかわいそうだというふうには思ったけどね、梅野には。そうですね、モチベーションとかその扱われ方ってことですよね。そう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 、だからやっぱり気を使ってあげなきゃいけない選手にはなってるんだよもう、うん、だから監督首脳陣が偉いんじゃないんだよ、うん、ね、でやれってじゃない、やっぱり使う方も心理を考えて使ってあげないとさ、はい、いけないかなっていうふうに思う、ね、そうですね。さあパリーグの A クラスのチームですけれども、はい、楽天いきましょう。楽天何の心配ない以上終わり終わり終わりそうです、ね、西川浅村当たってたら、まあ、昨年のその荻野マーティンみたいな、うーん、ロッテのね、あの得点源にもなってるし、はい、だから打線は非常にいいよね、はい、まあ、外国人もそこそこその日本の野球に慣れてきてるしね、うんうん、はい、だからそんなには俺はどこもっていうか、うん、選手の層も投手の層も暑いからね、はい、あそこ。そうですね、うん、いやだからあんまり心配事がないんだよね。あ、じゃあ今後ももし何かあるとするとどこら辺注意とかって、まあ、一番怖いのは松井の怪我だね、はい、クローザーの、はい、で、まあ、昨年も怪我で離脱してる、はい、これ1年間持てばいいけど、うん、持たなかった時にあそこの代わりが誰なのかっていう。で松井が離脱してから、はい、昨年の楽天っていうのはこう落ちていったんだ、うん、そこら辺の危機管理ができてるのかどうかっていうことだよね、はい、まあ、西川が入ったことによって足も使える攻撃にもなってるし、うん、あ、まあ、長打もあるし、はい、まあ、あんま言うことないんだよね、まあ、言えばキリがないけど、はい、で山崎、ショートの山崎が調子が上がらなかったら、うん、小深田使ったら小深田が活躍するとかさ、はい、まあ、選手間の中でもチームの中でも競争意識が出てきてる、はい、だから本当にね、いい感じで来てるんだよ、うん、ただやっぱこう今後、まあ、松井がなんかこう抜けないように、はい、まあ、フォローしながら、うん、まあ、やっていかなきゃいけないのかなっていうふうに思う。そのぐらいなんですね、うん、そのぐらいだと、はあ、ソフトバンクはどうですか。まあ、ソフトバンクは柳田が帰ってきて、はい、まあ、あのグラシアルが当たってきてみたいな、うん、はい、まあ、そんなには心配ないよね、うん、ね、一時その主力が抜けて怪我なんて抜けてもすごい位置を守っていたので、まあ、そうだね。で森が抜けて、はい、うん、まあ、モイレロがクローザーになって、はい、森よりいい感じだもんね、はい、いやだからそんなには心配してないかな。じゃあ楽天ソフトバンクやっぱり上位にいるだけあって、まあ、ただね、やっぱり今宮が1年間持たないし、はい、そのセンターラインがやっぱ時折抜けるじゃない、はい、まあ、今宮がやっぱ誰かと変わるとか、うん、川瀬になるとか、うん、まあ、三森っていうのはよく頑張ってるけども、うん、まあ、柳田がもう故障しないのかとか、はい、まあ、そこら辺の不安はあるけどね、はい、でもそれは予想できないことだからさ。そうですね、うん、まあ、栗原はもう今年は戻ってこないっていうね、はい、まあ、みんなの腹積もりもできただろうし、うん、だからそういった意味では、まあ、ソフトバンクっていうのはそんなに不安はないけどね、まあ、千賀もいいし、はい、石川もいいしね、はい、先発ピッチャーは、うん、まあ、中継ぎがちょっと手薄かな、うん、まあ、でもあそこはいるからな、いろいろ育ってますからね、そんなまでね、だからそんなに不安ではないけどもね、はい、うん、ただ打線の中で甲斐が当たってないとか、まあ、昨年甲斐がすごく前半頑張ったりとか、はい、3割キープしたりだとか、うん、いろいろ甲斐打線でも点を取ってきてたんだけども、はい、まあ、今年は昨年ほど甲斐打線が機能してないということで、ね、うんうんうん、まあ、そこら辺が不安なところだよね、はいはい、さあ最後オリックスです。はい、まあ、杉本だな、やっぱり握ってるのはそうなってきますよね。まあ、杉本が8番打ったり7番打ったりとかさ、うん、今楽なところを任されて、うん、まあ、やらされてるけどまたコロナになったりとかさ、はい、まあ、運がないね。そうですね、まあ、去年がねすごく華々しくこうなっただけに、うん、ただね、まあ、昨年ほど山本と宮城の状態は良くない。あ、そうですか、うん、もう実際2人のピッチングをしっかり見てきたけど、はい、良くない、うん、それは去年なんか疲れとかですか。まあ、それでも抑えるけどな、あの2人。まあ、まあそうなんですけど、でも山本はやっぱり昨年ほどの威力はない、うん、それは球の何かあるんですか。やっぱり力もなくなってる少しね、疲れとともに、はい、それとやっぱ点を取らない、
取れない、うんうんうん、あの子の時、はい、それはプレッシャーだな、うん、山本が投げてる時のプレッシャー、それを野手がみんな感じてるということ、うんうん、で宮城はある程度点を取ってくれるんだけど、うん、勝ちきれない な、まあ、この2人がいたからこその去年の優勝って大きかったんですけど、その2人がやっぱり昨年ほどってなってくると、だからそれを、まあ、18勝してるでしょ、はい、昨年で宮城が13勝してるよね、うん、まあ、31勝か、はい、これはちょっと引いて考えておかなきゃいけないということね、はい、だからこの引いた数、はい、まあ、2人で6とか7とかを引いた数、うん、これを誰にさせるかということを考えておかないと、うん、うん、ちょっと星勘定が全然合わなくなってくるという、まあ、去年いなかったその山岡投手が、まあ、また今シーズンこう先発ローテ、ね、山岡が、ね、戻ってきた、うん、山岡だけが、はい、あ、まあ、山岡は力的にはその7勝をカバーできるだけの力を持ってるよね、はい、ただし打たない、あ、どっちにしても、まあ、吉田正尚は本来の姿になってきたけど、はい、まあ、杉本はまだまだ、はい、宗は全くみたいな、はい、どうしちゃったんですかね。なあ、はい、だから今年やらないと本当に実力ではないけどね。そうですよね、うん、だから、まあ、そのぐらい腹をくくってもうやるしかないよね、はい、あとお得意な、交流戦が迫ってきてるので、オリックス、いや、だからお得意になるかどうかだよね、まあ、昨年交流戦があったから優勝できたけどさ、はい、うん、こう交流戦で下手打つと、はい、まあ、優勝から消えていくよね多分。だオリックスにとってはこの セリーグとの交流戦で、例えばまたラオウが覚醒して戻ってくるとか、他の選手が調子上げてくるとかしないと厳しい、まあ、苦しいな、うん、だから早くやっぱ打線をしっかりした形にしないといけないし、はい、まあ、ピッチャーは、まあ、山本と宮城、うん、これは昨年ほどの勝ち星っていうのを計算してると間違えるよということだよ、うん、そうですね、うん、さあ今日もですね、はい、各チームの今後の課題をお届けしました。はい。